リスクを負わないことが、ごめんなさい、リスクを負わないのがリスクっていうね、ビル・ゲイツの言葉です。これはまあそのままといえばそのままだと思います。いろんなビジネスやっていく上で、なんかそのある意味大きなリスクを背負って何か勝負をするということが大事っていうのがあるとは思います。それはなんか、例えば設備投資みたいなことかもしれないし、新たな、これまで手掛けたことのない、商品サービスを手掛けることかもしれないし、いろんなところで決断力というものが求められる。経営者というものは正解不正解のないものに対して、決断していく、で結果責任を負うものであるということを言っていることであって、じゃあ普通に解釈すればチャレンジ精神を失うなとか、結果を恐れずに、決断していきなさいということだとは思います。でただそのこれビル・ゲイツの言葉なのですごく大きく捉えてしまうっていうのはやっぱあると思うんですよね。だからそのリスクというのがとんでもないリスクのような、大勝負をしなきゃいけないのかなっていうような感覚にとらわれてしまう人もいるかもしれません。で僕がこれ自分に落とし込むならば、もっともっとその簡単に、よく言うことなんですけれども、何かしましょうというぐらいのことでいいと思うんですね。何かしませんかって、ね、でただそのただ座っている、ただ考え込んでいる、ただまあ引きこもっている、そういうことであれば確かに目に見えたリスクはないのかもしれない。だけども時が過ぎている、時間が流れているってことを思えば、実は、それが一番大きなリスクなんじゃないのかな。で特にじゃあビル・ゲイツの 財力とかね、いろんな影響力とかいわゆるその力がある方であれば、いろんな影響力の行使の仕方はあるけれども、もし自分がまだ、それそういう大きな力を持ってないとするならば、僕は昔よく言われたんですけど、時間だけが財産だってことをよく言われたんですね。そしたらその時間が過ぎていってる以上は、その時間の中でやるべきことをやらないのが最大のリスクなんじゃないのかなというふうに思います。ってことは、何かやろうよっていうぐらいのことでいいと思うんですね。それは何もそのビジネスに限ったことではなくって、例えば、身近な人に何かこう伝えたい気持ちがあるけど言わない、なんでって言ったら、言ってもうまく伝わるか分かんないし恥ずかしいしとかね、気が引けるし、そういうこともあるかもしれません。でもそれ言うことはもしかしたら期待した反応が返ってこないというようなリスクを負うことかもしれないけれども、言わなかったら、一生涯伝える機会がないのかもしれない。でそういったレベルのことでもいいと思うんですね。ビジネスを背負って大きな決断をしなきゃいけないということではなくって、何かしませんかって、で今できることをやっておかないことがもしかしたら一番、大きな、リスクなのかなということに考えていただくと、もっともっと身近に、思い立ったことはすぐやろうぐらいの落とし込み方でいいのかなというふうに思います。